この後ビバリーヒルズ大変ですよ。岸辺一徳さんなんですよね。志郎さんのお兄さんですよ。そこからそこじゃないと思います。岸辺志郎さんの近況を知りたいでしょ。志郎さんのお兄ちゃんサリーですよ。志郎さんの近況そこまで知りたくないです。じゃあお答えしよう。ドクター X だろ。そうです。ほらこれだ、今数字20超えてるあれだけだから。あれだけですよね。ぶっちぎりだから。その岸辺一徳さんがすごい。もう何度喋りたいと俺の胸で。先生の胸で甘えたいと。もうテレビラジオではフリートークしないけど、うん、そうなんですよね。もうだったらいいと喋ると。なぜならば澤田君がね、あんだけ喋るんだから高田さんも喋りやすいんだろうと。いや、そういうことなんですね。グループの中でも澤田さんなかなか人と喋れないんだけど、うん、俺といつも聞いてるらしいじゃん、タイガースが。あんだけ喋るんだから澤田があんだけ喋るんだから俺もいいじゃないかと。岸辺さん来てくれたわけだよ。本当に素で岸辺一徳さん喋ってるところってテレビのラジオ聞いたこと見たことない。ないですよね。今日はありますから。はい、そして妖怪ウォッチを岸辺さん見に行くわけじゃないですよ。大丈夫、分かってます。妖怪ウォッチのこれ資料を見ると映画の。さあ、じゃあ行きましょう。今日人気者いっぱい出ますから。はい、はい、人気者をみんな出しちゃっていいじゃないの、はい、決定ビバデミー賞2014、本日は人気俳優の岸辺一徳さんがやってまいります。絶対出ませんから。一徳さんはだってフリートーク対談番組なんで、ね、テレビラジオね、素晴らしいよ。今日はそうやってくるということでございます、はい、そして妖怪ウォッチ試写会におせち料理のプレゼントもあっていいじゃないの。はい、高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズ。はい、そういうわけで今日は岸辺一徳さんがやってまいります、はい、やってまいります、はい、ドクター X 外科医大門未知子に出演中でございますよ。味があるもんね、ちょっとおねえ言葉でね。そうですね、いいね。存在感抜群でございます。もちろんもうタイガース、ま、元あと今、はい、先生の誕生日が一緒のサリーだから、草田健二さん、タイガースのベーシストサリー、うん、いや、もうアイドルだったからね、当時は。そうなんですよ、すごいよ、つながりありますね、はい、そんなこんなで、じゃあ今日も1時まで生放送です。さあさあ、なんだかお知らせかな、はい、はい、今週のビバリーは聞き逃せませんということでございます。はい、ビバリー年末恒例この企画でいっちゃいますよ。題して人気者をみんな出しちゃっていいじゃないの。幸せならば。決定ビバデミー賞2014。年末恒例ビバディミー賞でございます。嬉しいゲストが毎日続々登場、ね、はい、うん、まず初日本日この後もう来ますからね、もうすぐやってまいりますよ、うん、あの俳優岸辺一徳さん生登場です。いいですね。ただ今9話連続視聴率 20% 超えの、本当そうだよこれ、取りがちだよ。人気ドラマドクター X 外科医大門未知子で米倉涼子さんに師匠と呼ばれる、うん、お姉キャラでおなじみ岸辺一徳さんです。映画ドラマに欠かせないあの存在感たっぷり、タイガースのお話もいろいろお話聞きましょう。今日やっぱりベロン持ってくんのかな。高橋さんこれ、メロン持ってこない、持ってきますよ。でも請求されちゃうから、お金1000万とかな。請求されちゃうから、はい、そして続いて明日火曜日はさあさあ、お待たせしました。失礼いたしました。早速じゃあ今日のスペシャルゲスト、はい、紹介してください。紹介させてください、はい、それでは早速ご紹介いたします、はい、人気者をみんな出しちゃっていいじゃないの。決定ビバデミー賞2014。はい、初日を飾るのはリスナーお待ちかねの初登場、はいはいはい、本当の初ですか、芸能史上初じゃないですかね。出てくること自体がもう日本の芸能史上初ですよ。芸能史上初、ドクター X 以外出ないんですよ今や。本当ですよ、はい、紹介してください。俳優の岸辺一徳さんでございます、はい、どうもこんにちは、はい、岸辺一徳です。こんにちは、よろしくお願いします。初めてではないんですけどね。まあ、初めてに近い。ほとんどです。こういう対談番組とかトーク番組出ないですもんね。いや、まあ、似合わないんですね。似合う、似合わないと関係なくです。じゃないんですかね。やっぱり、まあ、ドラマやってるとね、やっぱりあれですかね、まあ、こういう。まあ、そんなに、呼ばれることもないですけど。あ、そうなんですか？そんなに、ないですね。どっちかっていうと。やっぱり、このうちの番組選んでくれたのは、やっぱり沢田健二さんが。まあ、それは聞いてくれ。いや、聞いてたんですけど、ね。出てくれてるというのを聞いて、小耳挟んで。じゃあいいかね。毎回お誕生日にね。そうなんですよ。高田さんと一緒だとか。沢さんとね。そうなんです。それはずっと聞いてたんで。うわ、そう、聞いてたんで。あ、じゃあいいかなと。だなかなかアッコちゃん、なかなかね、トーク番組こうやってラジオに、ね、出てもらえないですから。そうなんです。いや、何も喋ることがないんで。ありますよ。なんと言ったって、今やドクター X ですよ。おー、すごい。視聴率すごいんですよ。分かってます？いや、いいみたいですね。
いいみたいな、ね、番組のすごいんですよ。いやどう、まあ、あの出てるから、うん、やっぱりまあ嬉しいのは嬉しいですよね。うん、いいっていうのは、ね、そうですね、言われるのはね、悪いよりはね、いい。そうですよね。で、あれ、もうこれ放送の来週かなんかがもうさ、はい、パート3の最終回になるんですかね。はい。最終的にはどんな感じ、まあ言えないとは思いますけども、ラストに向かってどんな感じなんですかね。一応私、一視聴者として聞きたいんですけど、ラストね。どんな感じになってくるんですか、ドクター X は。うん、ドクター X と、はい、まあ僕の役の関係でしょ。ええ。まあちょっとなんかいろいろあって。あって。危ないみたいなね。あ、やっぱあの商売自体も危ない商売ですから。いや岸辺さんのもう危ない叩けばほこり出すぎて危ないでしょ師匠ね。そういうことじゃないんですけど、まあ、そんなに悪いことじゃない。アコギなことしてるんでしょ。いやアコギそうに見えてるんですけどいつもメロンそれを言うとダメなんです。意表つくとか あんまり言うとダメなんです。ちょっと期待を裏切るみたいな感じのね。そうですね。そこがまた視聴率の秘密ですよ、まあ、でもなんかちょっと面白くはなってると思いますでしょうね。いやまだ撮ってないんですけど。まず撮ってるんですか。最後はね。じゃあ本当ですか。本当のギリギリに撮るんですね。そうなんです。もう本当にギリギリです。うわ、あ、そうですか。じゃあその辺の話を12時を過ぎたらたっぷりと聞けますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズ。本日のゲストはドクター X でおなじみの岸辺一徳さん。バラエティにはほとんど出演しないという貴重な岸辺一徳さんの素顔のトーク聞けちゃいますよ。引き続きお楽しみください。さあ今日も11時半からお届けしております、はい、ラジオビバリーヒルズ高田文夫です。お相手が、はい、月曜ビバリー担当松本明子でございます。さあ早速いろいろと話まで聞きたいんで、そうですね、行きましょう。はい、はい、人気者をみんな出しちゃっていいじゃないの、はい、決定ビバデミー賞2014まさしく最優秀助演男優賞。はい、お願いいたします。本日のゲスト、はい、俳優の岸辺一徳さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。京都府出身でございます。はい、ザ・タイガースですからね、もちろん1947年1月生まれですから僕と澤さんの一つ上ってことですかね。澤、ね、さんの一つ上でしょ、ね、そういうことですよね。48年です。あでも学年は2つ上ですね。1月生まれですから澤、ね、さんと 2学年違ったんでしょ。そうでした。覚えてますか。いやそうです。学年的にはそうですよ。ああそうですね。ね47年の1月さん。ああ学年は2つ下になるんです、ね、うん、そうですね。澤さんもねそういう年格好です、はい、1967年グループサウンズザ・タイガースで芸能界デビュー、はい、ベーシストとして大活躍。すごかったですよ。タイガースは71年に解散されます。はい、そうですね。その後ピックもやったしね。井上貴之バンドを経て、はい、1975年ドラマ悪魔のようなあいつで俳優デビューされます。はい、以後俳優としてのキャリアを重ねたよ。こっからすごいよ。こっからすごいですね。すごいよ重ねがぶりが重ねて。それまでタイガースとかでピックだったんだよ。そうですよ。これ急にドラマに行ったん、どういう形でドラマ行ったんですか、俳優には。これはね、うん、あの井上貴之バンドで最後の方ですけど、うん、あの澤田さんが、うん、悪魔のようなやつっていうドラマをやってたんですよ、はい、でそれの音楽をやってて、ああその番組のね、番組の、はい、その時にまああの久世さんっていう出ました、ね、TBS のね名物ですよ。名物プロデューサーですよ。演出やってたんで、はい、音楽 やってたんですけどちょっと出てみろって言われて。久世さんですか。そうです。芝居やってみようかな。それでちょっとヤクザ A みたいな役で。ヤクザ A。で、出たのが最初ですね。そうなんですか。まだ音楽やってたんですけど、ね。音楽を本業の方やりながら、ちょっと悪魔のようなやつちょっと出てみないかと。そこで俳優ですかね。はい。1990年には小栗浩平監督映画死の棘で松坂慶子さんと夫婦役で共演されます、はい。そして作品はカンヌ国際映画祭グランプリを受賞。岸辺さんは日本アカデミー賞最優秀主演男優賞をはじめ数多くの映画賞に輝きました。すごいね、笑っているようで冷めている。一筋縄ではいかない存在感でシリアスもコミカルも相棒の官房長も何でもござれ、多彩なキャラクターを説得力十分に演じるバイプレイヤーとして映画界ドラマ界に欠かすことのできない信頼を集めております。はい、そして現在は話題の大ヒットドラマドクター X 外科医大門未知子で、失敗しない大門未知子から師匠と呼ばれる役でおなじみ、はい、そんな方が本日のゲストでございます。俳優の岸辺一徳さんです。はい、よろしくお願いします。本当にねえ、じゃあそうですか、久世さんに声かけられてちょっとやってみないかぐらいの感じで、そうですね、もともとどうですか、まあ、タイガースがバンドやってましたけど、小さい時とかそういう芝居とか好きだったんですか。いや全然それはないですね。うん、芝居やってみようか、まあ、だからあの音楽をやめてからですけどね。そっから俳優の方をきちんとまあやることないんで、
それでこんだけ売れるやんね、まずバンドで。その久手さんに多分もうやめて何よっていう話をしたんだと思うんですけど、ああ、そしたら俳優やればいいじゃないって言って、うん、まあそのキキキリンさんの事務所を、うん、紹介してもらって、あー、なるほど、オーディションを受けて、あの入れてもらったんですけどね。あ、キリンさんのところに、キリンさんと奥須道夫さんがその時いたんで。あ、奥さんね、はいはい。でちょっと面接があって、うん、結構演技にはうざい人ですね。そうですよね。それでキリンさんの事務所に僕は10年いましたけど、キリンさんのところに、はいはい。それまあでも最初のうちは全然仕事なかったんですけど、うん、3年ぐらい仕事ほとんどないですかね。はあ。でこの映画「死の棘」でもってバンとあれですか、そうです、役者としては、まあ、うん、たまたまその役を監督から言われて、うん、まあ、それでやってみて、まあそれをやってからですかね、ちょっと俳優業っていうのをちゃんとやってみようかなっていう、ああちょっと面白いかなと自分の中で、なんとなく何かが合うかなって感じはちょっとしましたけどね。あ、そしてどんどん年をこう重ねるうちに味が出てきちゃうわけです。もう今や本当に作品が多い。あの悪徳描写ですよ。ドクター X のあれはどういう役柄なんですか、あれ。いまいち僕は。あれはね、うん、要するに、まあ、あの。紹介屋ですよね。元医者なんですけど。元医者なんですよ。元医者なんですよ。国境なき医師団とかってあるじゃないですか。はい、国境なし。その世界中行って。そういうところで、まあずっと仕事やってきたところに、うん、あの大門未知子のね、まあ、これは言ってもいいと思うんですけど、うん、まあ、お父さんとまあ友達同士だったっていうこともあって、お父さんがね、それでまあちょっとその頼ってきて、うん、あの弟子になりたいっていうところから2人の関係が始まったと、それでああいう形になって、僕はまあちょっと医師免許剥奪かなんかがあったんだという過去があると書いてありましたけど、書いてありました、過去が、うん、それで、うん、あの医者ができないんで、うん、ああいう名医紹介所、名医紹介所というプロダクションみたいな感じで、そこから始まってるんですね、ドラマが。ああ、なんと不思議な役ですよね、あれ。そうですよね、働かして、うん、一人ね、大量の金請求してね、毎回毎回結構なお金をね、はい、持ってきますよね、いいお金ね、相当取ってると、相当取ってますからね。あれ取り分どのくらいなんですか、64とかで。どうなんですか、まあ、それはちょっと秘密で。秘密でね。鍋プロ時代はどうなんですか。鍋プロは厳しいですよ。厳しい。先輩後輩ですか、二人は。大先輩でございます。あっ、大先輩だよ。大先輩。まあね、うん。僕らの時代は渡辺晋さんがまだね、元気な頃でした。初代ですよ。晋さんの時代。僕らも昔、最初給料制だったんですけどね。ずっと。それで、メンバー同士で最初の給料がどうも人気が出てくるじゃないですか、僕らも。はい、短い間でしたけど。タイガースすごかったですよ。ちょっと給料が安いなって話が出るでしょ。あ、ちょっと気がつきましたのね。どうしても、ね。こんだけ忙しいのに。それで僕はたまたまリーダーだったんで、うん、社長に、ちょっと話に行くんですよ。マジですか、うん、その言われてメンバーが。はい、ちょっと交渉してこいなんて言われて、ね。あ、窓口で、あ、リーダーの折衝ギャラの。社長室に行って、うん。そしたらもう行く時にもう分かってるんですね。何を言いに来るか。まあ、考えてみれば、うん、マネージャーがこれから行くっていうのはもう連絡してるはずですからね。うん、うん、社長のところですね。着いた途端に、あ、じゃあ今度から給料これだけにするからねって先言われる。言う前に。もう先ポンって言われちゃったんだ。ありがとうございますって言って帰って、ね。ほら、また、すぐだ、もう。そういうことやってたんですけど、うん、そうか、リーダーはね、それでそのうちにまあパーセンテージ契約になるっていう。なんで今日は鍋プロのギャラの話になった。不愛想になりました先輩。不愛想に、不愛想に次の年からなるってなったんですよ、うん、なったの、不愛想に。そこにまあ僕らもお金はどうでもいいんですね、やっぱり、うん、解散をしようっていうふうになって、あ、もうお金よりももうタイガースの活動が嫌だと、もうこのメンバーでやっていくのがしんどい。別にこれ仲悪いわけじゃありませんよ、先に言ってきます。まあ、この先輩しんどいと、あのそのまま、まあ続けてればパーセンテージ、うん、日本のグループでは初めてだと思うんですけれども、初の、そうです、不合になると、うん、まあ、その前にもう辞めたんでね、うん、それはもう要するにこのザ・タイガースを続けていくのはなんか嫌な雰囲気になってきたわけですね。まあ嫌というかまあね、合わない、相当忙しかったでしょ、忙しかった、ね、トップスターで、いろいろあると、沢田さんも言ってましたよ、いろいろあったんだよと、うん、ね、タイガースやってくるには、まあ、特に一番忙しいのは沢田ですからね、沢田さんここに来ていつも言ってました、いろいろあったのよと。じゃあ実質はもう本当に短いですね、数年ですもんね、4年ですかね、4年4年だと思います。あっという間でしたね、早かったですね、もっと長く感じますね。
じゃあそんなに、じゃあ変な話ですけど、お金は稼がなかったですね。お金はだから何も残らなかったですね。残ってないですね。終わった時ね、やめた時ですよ、うんうん、何もないですよ別にね、うんうん、今日は何の相談してるというか、まあ今振り返ればね、やっぱり渡辺プロですから、あの、そんなにもらってたのってよく言われるんですよ。そうか、他の事務所の人から言うと、でもまあわからないですからね、僕らは。あ、そうか、よその事務所はね、いい事務所ですよやっぱり渡辺プロ、ね、いますよ後輩が、うん、で大丈夫、ね、僕は渡辺プロ好きだったんですよ、うんうん、やっぱり才能のある人多かったんです、やっぱり。あ、周りにね、そのマネージャーであれ誰であれ、スタッフも、その人たちが今みんな、みんなそうやってるでしょ、各事務所作ってね、いろんな社長になって、みんなそれぞれがもう独立して、そういう人たちがみんないましたもん、ね、みんなやっぱ才能があったからね、うん、あれやっててどうでした、ライバル のあれですか、 GS チームとかあったんですか、テンプターズとかですか、出ましたね、まあ、テンプターズとかさ、どうでした、まあ、仲悪いですか、やっぱり、まあ不安同士が仲悪いんじゃないですかあの、証券の不安とか、ジュリーの不安とか。あ、そうか。女の子だから特にガーッとなんでしょうね、うん、ファン同士はね。うん、まあ、でも人気で言えば、それは沢田の方がね、圧倒的だったと思いますけど。あれだけ人気ある人、今、その以降見たことないですね。ないですね。僕はね、今、こいつは悪いけど、僕よく言うのは、今のね、変な話だけど、嵐とか、まあいろいろいるけども、やっぱり沢田さんに比べたらそんなもんじゃないよね。説明がなかなかね、できないぐらい。日本中の人が知られたんですよね。日本中のスターか。それも、あの、老若男女、本当に年寄りから子供までが、ね、沢さん好きだったのよ。ね。確かにそうですね。本当に、スタ、まあ、オーラがあったスターですね。同じメンバーでありながら。うん、ね。やっぱり一緒にやっててね。去年ほら、東京ドーム、タイガース復活したじゃないですか。そうですね。あれの行き先はどう、どこでどうなったんですか？僕は最初は、あれですよね、ひとみのるさんが復活したじゃないですか。で、どこの子、あの、母さん入ってこないな、みたいな感じでしたよね。それは、沢田が出た時は話してないんですか、はい、してないんですよ。それにちょっと濁すんですよ。で、P はね、とか言ってね、帰ってくんですよ、と。つって、その話してて。で、ギリギリで、ね、あの、母さんが入ってくるじゃないですか、最後。ああ、この間のやつですね。去年のね。1年前ですよ、もう。その前に1回やってるじゃないですか。え、全員で、いやいや、その、あ、人見るのさんとね。が戻ってきて、はいはい。やりたいと、タイガースを。ね、それで、じゃあ、ツアーを、全国ツアーやろうっていうふうになって、はい、うん、その時は全員が出ることになってたんですけどね。その時は、全員出ると。川下克美も出るという。川下も出ると。前提で進めて。出演するということで進めてた。それは本当の全国ツアーで、半年ぐらいかけた。うん、あ、半年の予定で、やろうと。うん、そしたら、まあ、土壇場で、克美が出ないということになったんで、うん。急遽まあ辞めるかやるかしかないんで、はい、それで、まあ、もう沢田の通常のコンサートにして、うん、ゲストで僕らが出ると、沢田さんの、そうだそうだ、森本とコンサートにバックで作ってことね、森本ひとみ、僕が出て、森本太郎さんとね、って言ってもまあやることはそのメンバーでやるんですけど、でも沢田健二のコンサートって形でね、それでも僕も俳優業を休んで、うん、まあ、8ヶ月、1年近く休んで、そんな開けましたから、開けたんですよね。大変でしたね。俳優開けて。そうなんですよ。まあ、それでまあ、これで終わるかなと。うん、まあ、克実いないですけど、まあ、もうこれでいいやと思ってたんですけど、うん、そしたらまた今度は克実がやりたいと。やりたい。それ、母さんの方から言ってきたんですか、やりたいって。いや、それの、それはちょっと僕もその辺のとこ聞いてないんで。それ、僕だから聞きたいですね、ファンとしては。やっぱりやってみようかなっていうことになったんじゃないですか。なったんだ。俺も入ってみようかなと。でもまたやるのかと僕は思いましたけど。そうです。一番強いね、もういっぱいやったじゃないかと。だからもう今度やるのは一月でいいんじゃないかって。一月の間に。8カ所ぐらいでね。で、いいんじゃないかと。まあ、その彼大きいところでやればいいじゃないか、うんうん、それで一月やって、うん、もう本当に終わりましたけどね。うん。だ去年はだから武道館スタートでぐるっとやって、最後東京ドームでね、終わりましたよね。僕、東京ドーム行きましたけど。いや、うん、まあでもやってよかったですね。やっぱり終わった感じは良かったですか、やっぱり。良かったです。っていうか、そのメンバーでやれたっていうのも良かったです、ね。全員が。本当ですね。うん、全員集まれないよ、今だけ GS のメンバーは。誰か一人。元気にね。亡くなってんだもん。ね、ファンの人も大喜びで、ね、喜んだんじゃないですか、ね、大喜んでましたね、客席僕見てましたけど、あら嬉しいよ。で、東京ドーム終わった後、変な話で打ち上げみたいなのやったんですか、その日にね、メンバーみんな残りました、まあ、打ち上げってまあ普通にやりましたけど何なんかギクシャクしてますよ、なんか話がいやいや、それでお疲れさんっつって、全然ギクシャクしてないんですよ、もうやんないだろうなみたいな感じですか、やっぱり乾杯みたいな、いやもうそれはまあ本当に終わったっていうことで
まあ、無事に終わったということで無事に終わったということで、全部ね、開業でよかったなって、やっぱりそうなるとその時にもうモードはミュージシャンになるんですか、こう役者に。そうでしょ、やっぱその時は感じの、この間1年前はまあ短かったんで、その前の時は長かったんで、あ、そっかそっか、もうなんか音楽人間の感じにちょっと戻ったりするんですよね。ああ、懐かしい感じのこういう感じだなと。終わってからまた俳優業に戻るんですけど、うん、なんか変な具合でしたね。あ、やっぱ違うもんですか、やっぱりね、芝居の現場と音楽やってる現場っていうのはね、うん、そうなんですよね。うん、まあ本当、まあちょっと真面目な話すると、はい、その時に戻った時にね、うん、ああ僕はやっぱり音楽少年だったんだっていうことに一番気づくんですよ、ね。ああ、そうかそうか。そのメンバー同士がどうのこうのは置いといて。メンバー同士確実はいいんだよ。音楽ね。音楽でみんなでステージに上がる、うん、ベースを持った時に、うん、歌を歌うとかね、演奏するっていうと、うん、はい、やっぱり音楽少年だなと思って初めて、うっかりその俳優業長いことやってるでしょ、はい、こう賞をいただいたとかっていろいろあるじゃん、はい、そうやってるうちに、うん、いい俳優なんてこと言われたりするでしょ。そうですよ。まあ、ここだけの話で言えば。ここだけの話で結構評判いいですからね。だから。知らないがいいと。で、その味わいが。知らないうちになんかね、そんな風に自分が、それに合わそうとするんですよ、自分を。そういう風に思われてる俳優の僕に、を演じちゃうわけ、自分がそこに合わさないといけないと。ちょっとね、話芝居、うんうん。でもそれを音楽をやったおかげで、そんな人間じゃなかったんだってことを気づいた。俺は音楽少年じゃないか。ザ・タイガースで知り合ってみんなでやって、だから俳優の勉強も何もしないのに、うん、スススッと。だからうっかりしたらそういう風に思われて、うっかりしたら自分でもそんな風にね、うん、いい俳優だなんてうっかりしたら思って終わってたんじゃないかなと、うん、だからまあこういう音楽やれて本当に良かった、じゃあ逆に良かったですね、大学やってみてね、今回ね、だからまあそういう感じに戻れて、感性がね、もうね、まあ気楽にね、行って帰ってこれた、まあ、僕はまあそんなに別に楽しんで、まあ俳優業やればいいやっていう、まあ俳優業はね、ことになりましたから、よかった。なるほど、それで音楽ね、あるし、これ聞いていいのかな、最後の最後の時、あれ弟さんがさ車椅子でさ、出てきたじゃないですか、あれも感動的でしたね、あれはね、まあ、うん、ああいう状態なんですけど、状態が状態、車椅子でね、押してもらって、あれもまあ、ステージに、まあ、もともと沢田が、タイガースのメンバーで、弟も途中から入ってたんで、そうですよね。まあ、タイガースでこれ最後やるときには、やっぱりメンバー6人が同じステージで、弟さんもいらっしゃって、シローさんもいらっしゃってのタイガースだと。出ないという、まあ、彼がちょっとそういうことで。沢田さんの考えで。そうです、そうです。あ、そうか、そうか、ね。まあ、僕はちょっと兄弟なんで、あ、ちょっと、あの状態をね、出すことがいいかどうかわからない。人前ね、ちょっとあれだと。そのとこ、まあそういうふうに言って、だから6人でもやって終わろうという。あれはあれで僕、すごい感動的だったね。ねうん、そうですね。まあ、それで盛り上がってるかいとか言ったでしょ。おーなんてね。まあよかったですね。よかったですよ、結果的には。ああ、もう今年で。まあよかった。ね、まあ一応、皆さんも丸く収まったんじゃないですかね。いや、丸く。丸くって。じゃあ丸くなかったみたいじゃない今までは。そういうこと言うのよ。いろいろ聞いてんじゃない聞いてんじゃないいや、僕はちょっといろいろ本読んでますしね。人見みのりさんとかいっぱい書いてますからね。3冊も4冊も出ましたからね。そうですよ。そんな詳しく書いてんですか、まあ、ちょっとぼやかしてますけど、あまあいろいろと。この人この人仲悪いなとかね、知ってますよ、私は。ファンはそういうもんですよ、いろいろと気になりますからね、やっぱり。まあまあ、いやでもレジェンドですね。ザ・タイガースはやっぱりでも良かったよ、復活は。でも、素晴らしいです、ね。あれほど盛り上がる復活はないよ、やっぱり。ね、バンドで。ね。笑ってますよ。じゃあ、それ、休憩するで一曲入れましょうかね。そうでございます。何でしたっけ、リクエストは。何でしたっけ。ね。お聞きしたいんですが。これは何の曲、クルイの、これは。あ、マホロ駅前競争曲の主題歌、これ。主題歌ですかね。はい。これ一番出てたでしょ、マホロ。ワンシーンだけ出てますね。ワンシーンだけ、記憶にあります？あ、あります、ね。あります、大丈夫ですね。じゃあ、これで、はい、いいですか。はい。クルイのゼロイズです。はいはい、映画マホロ駅前競争曲のはい、クルリゼアリズドをお聴きいただきました。やっぱりもういろんな映画出ちゃってるから、どこでどんな役やったかってあんま覚えてないですか。やっぱりいや、それは覚えてますけど、うん、言われたら、あ、それには 出てるなとか、あ、自分のやってきていろいろやってきた役の中で好きな役ってやっぱあるんですか、この役は好きだったなっていうのは。うん、まあ、うん、そのさっきも出ましたけど、はい、死のトゲとかある、ええええ、まあ、それはまあ長いこと出てたっていうのもあるんですけど、うん、その出番っていう意味で言うと、はい、まあ、苦しかったんでよく覚えて、苦しかったってことですか。もう難しい、あ、芝居が、話が、ストーリーがなかなかね、分からない。今だと分かりますよ、うんうん、その時はね、やっぱ分からないこと山ほどあって、うん、
あ、そうかそうか。じゃあ大変だったってことね、その作品撮ってる時ね。そうなんです。まあそういう意味ではすごくその覚えてますけど。じゃあそこでちょっと聞いてみましょう。質問が、はい、もしあれば最近のこと。はい。最近嬉しかったことは、うん。嬉しかったことありますか。なんか。うん、もうどうですかね。だからパッと出ないっていうか、その嬉しいこと。もうこの年はお互いそうですけど、そんなにないですよね。起きないのよ。もう60も過ぎてくると、まあ、そんな嬉しいこと起きないよね、世の中。まあちょっとなんかこう、たまたま入ったお店で、うん、ちょっとどうってことないだろうと思って食べたら意外とうまいなと思った時とか。そういうちっちゃな喜びですよ。そういうのはありますけどね。お、意外と美味しいじゃないなんて言って。それがやっぱり嬉しいことですよね。わかります。わかります、わかります。そうだよ。そうなんだよ。そんなに嬉しいこと起きないからね、言っとくけども。嬉しいことも起きない。大きいことはないですよ。そうか、ね。最近気になってハマっていること。これもね、あんまりそういうのないんですよ、僕。どっちかっていうと、その、うん、今、これが僕は好きでこうであれとか、ね。もともとはちっちゃい時からの趣味みたいなのは何？やっぱ音楽やったんですか、やっぱり。音楽少年。趣味というか、ちっちゃい時からずっと、うん。趣味もあまりない、いや、ないんです、うん、本当はね、うん。ただ音楽はみんながやるっていうんでやりやすさっていうこと。それは少年の頃はそのタイガースができるまでの感じですよね。なんか周りの連中がやり始めたんでってことですか。だから自分から何かこれやりたいっていうのはあまりなかったですね、うん、子供の頃は。うん。でみんながちょっとやりだした音楽エレキ持ってやった時にやりだしたから一緒にバンドやろうかって言って、うん、じゃあ余ってる楽器は何かって言って、うん、余ってる楽器探したらベースだったドラムとベースが余ってて、うん、で瞳はドラムやるとかって、うん、じゃあ余ってるのはベースだけじゃないと、うん、それで意外と簡単そうじゃないですか弦が2本少ないとかで、まあ、それで実際難しいんでしょあれベースってのは難しいし地味なのをまた地味で後ろにベースただ弾いてるだけじゃ嫌だっていうのは出てくるんですけど。出てくるんですよ、気持ちがね。もともとはそういう感じで始めましたから。だからこの、積極的に自分がどうとかってあまりないですね。もう本当に恥ずかしいんですけど。最近あって印象的だった人はドラマとか、ね、これも難しいですよね。あれは米倉さんと行くとああいう人なんですか、テレビ、僕ら知らない、テレビでしか見てないですけど。米倉さんはまあ、うん、米倉さんと合ってますね。あの作品の、あのキャラクターにね。主役に。近いってことですか？近いっていうか、ああいうのが似合うっていうんですかね。まあ、あっさりしてますけどね。あっさり。僕らからするとすごく若い人でしょ？うんうん、うん。まあ、子供みたいなもんじゃないですか、ね。はいはい。我々の世代で、ね。それで、30代の女優さんなんかとやると、うん、我々のこの60代の俳優さんって、意外とね、そのリズムが合わないとかあるんですよ、ね。ああ。ついていけないとか、ついてこないとか含めてですけど、セリフのやり取りとか、やり取りで。僕ら世代がやりやすい女優さんです。へぇ、すごい。あ、そうですか。米倉さんは。あ、そうですか。じゃあ、麻雀のシーンの中で伸び伸びやってるわけですね、あの辺はニコニコニコ。あの人は麻雀わからないんですけど、まあ、なんかすごい。なんかね、あのシーンいいですね。楽そうに。楽そうに4人でこうね、囲んでるやつが多分。セリフ言いながら、こう、順番決めてやるんですけどね。まあそういう意味で言うと本当におじさんに合う人なんじゃないですか。いいですね。西田敏行さんもなんかすごい合うと。兄さんもおっしゃってました。楽しそうにしますね。楽しそうに。なかなかいい女優さんですね。なるほど。やっぱりすごいんだ、やっぱりね。数字持ってるわ。いや、なるほどですね。じゃあ一回休憩入れて。はい。はい、この後もまだまだお送りいたします。はい、さあそれじゃあですね、はい、リスナーの皆さんがどうしても岸辺さんに聞きたいという質問もあるんですよ、はい、分かってます、はい、あるんですか聞きたいことがたくさんいただいていくつかじゃあちょっと聞いてみますか、はいはいはい、うん、岸辺一徳さんにお聞きします、うん、ロッテキから来たアルトマンさんです、うん、以前沢田研二さんがラジオビバリーヒルズのゲストにいらした時、うんうんうん、バンドのデビューが決まって、うん、バンド名もタイガースと決まった時に、うんうん、関西出身やからタイガースってそのままやないかと正直思いましたよと言っておりましたが、うんうん、私は阪神タイガースファンで関西だからタイガースを皆さんは誇りに思っていると信じていたのでちょっとショックでしたが、うん、サリー的にはどうサリー的にはどうですかタイガースってこう名前あれ杉山浩一さんでしょ、ね、フジテレビの ね、ねヒットパレードなんか作ってたヒットパレードに出た時ですね、そうですよね、初出演の時名前がないと出られないしね。そうなんです。それで、ディレクターがつけたんです。その野球のタイガースファンはいるかって聞かれたと思うんです。聞かれた。うん、メンバーに。あ、まあ、僕らも阪神ファンだったんで。うん、そしたら、じゃ、うん、そのタイガースっていう名前がいいんじゃないかって言われて。言われて。その時は変な名前だなと思いましたけど、ね。うんうん。
いくら野球のファンでもね。うん、関西だからと。うん、で、ザ・タイガース。まあ、それで決まったっていうのはその通りですね。で、じゃあまあいいかぐらいの感じですか、ザ・タイガース。ああ、そうかそうか。そうだよ。その前そうだよね。名前がなかったってことですよね。テレビ番組出るのにね。まあ、あの、アマチュア時代の名前で出てたんですけど、ザ・ファニーズファニーズ。ファニーズ。うんうん、それを和田子さん見に行ってたんですよね。ああ、そう。あっこがね。らしいですね。ね、あっこはそのファニーズをかけたんで。大阪ナンバーでね。そうです。何でも知ってんだ、俺。何だって知ってんだよ、実は。何でも知ってます、先生。はい、こちらはですね、のっぽのサリーファンさんからいただきました。うん、岸辺一徳さんがミュージシャン時代と俳優時代にお世話になったな、いろんなことを教えてもらったな、という恩師を一人ずつあげるなら、どなたですか。音楽時代は誰ですか。音楽時代は、まあ、東京に引っ張ってもらったっていう意味で言うと内田裕也さんです。ああ、やっぱり裕也さんがこでこっち東京来いと、ちょうどアマチュア時代に大阪でやってる時に裕也さんが内田裕也とブルージーンズっていうバンドで来てて、それで東京に出てこないかって言って渡辺プロの人たちをまた連れてきてくれて、それで入ったんですよ、裕也さんなんで、そこに入るようになったなって、まあそういう意味でやっぱ恩人ですね。そうですね、恩人ですね。それで俳優の時の恩人は、まあそのキリンさんの事務所に入って、キキキリンさんをずっとそばで10年ほど一緒にやってましたから、まあ、名前も付けてもらったんで、言っとくっていう、ね。ああ、そうか、そうか。ああいうで言うと、まあ、聞き、夫婦。そういうことは、そうですね。あの、本当だ。あの素敵な夫婦が、ね、お互いそれぞれ影響を受けて教わってる。僕も言わないといけない。言っとかないと、聞かれたら。で、ゆうやさんとキリンさんであると。まあ、そうですね。いいですね、いい夫婦ですね。そうか、そうか。なるほど。本当ですね。すごいですね。はい。はい、ラジオネーム、一本一徳さんからいただきました。はい、最近、一本一徳って笑ってますよ。あれ一徳ってのはどうやって作ったんですか。どういう形で。徳っていうのはあの、はい、僕の父が徳之助っていう名前なんです。あの字を書くわけです。徳がある徳、はい、徳之助さん、はい、それで最その当時ですけど、最近付き合ってた人誰なのとかってキリンさんに聞かれて、ちょうど僕ね市川新一さんとちょっと作家の、はいはい、まあ、時々会って仲良くしてもらってたんで、市川新一さんで、うん、じゃあその一と、あ新一の、そう、一と徳。お、すごいですね。徳ってどうって言われて。あ、いいですね。脚本家の石川慎一さんの一なんだ。31、2の、1ぐらいの時ですけど、まあ、50代に入ったら似合うよって言われて。そうですよね。って言われて。十二分に似合ってますもんね、今ね、一徳。最初はね、ちょっと、どうなのかなと。ああ、そうかそうか。で、年を重ねるごとに、こう、ね、似合ってくるらしいね、って言われてね。一徳と。こちら、はい。最近主人人口を見守るいい人の役が多いように思います、以前はもう少し悪い役を多くやられていたような印象がありますが、やっとね悪い役やってましたよ、若い頃はね。山崎豊子さん原作の不毛地帯なんて本当に嫌な親父でした、そろそろまた悪役をやりたいなと思ったりしますか。ああ、どうですか、悪役の魅力。悪役は楽しいですよね、やってても面白いですか。いい人しててもあまり面白くない。いい人はあまり面白くない。もともといい人ですから言ってますよ。じゃあ面白いから、いい役やってもね、いい人やってもね。そうですね、なんかこう癖のあるとか悪い役とか、いいですね、楽しくやれますね。はい、こちらですね、目撃情報でございます、サリーマイラブさんからいただきました。岸辺一徳さんは昔、新宿の紀ノ国屋書店でお見かけをいたしましたと。ああ、紀ノ国屋書店は行かれるでしょう、当然。お店の中でもひときわスラッとされている後ろ姿を今でも思い出します。最近何か面白い本をお読みになったことありますか。本屋さんで見かけたということですよ。本もね、ごちゃごちゃ買ってきたりして、ごちゃごちゃ買っちゃうんですね、いろいろと。買うんですけど、最後の最後まできちっと読まないうちに、あっと忘れてたとかね。また知らぬうちまた別の買ってたり、ね、そうです。同じ本に雑買っちゃったりね、もともと本は好きでしたけど、読むのは。紀ノ国屋書店はお好きですか、新宿の。紀ノ国屋書店は、あそこよく行くんですけど、まあ、あの辺りに。ね、あの辺りね、新宿。それでちょっと時間潰しとか。いいんですよね。そうですね。ちょうど1時間ぐらいで。ちょうどいい。ああ、紀ノ国屋はいいですね。はい。これ、こちらはケンジーちゃんからいただきました。日本のラビー・シャンカル一徳さん、こんにちは。タイガース時代から井上貴之バンド時代まで一徳さんの音楽人生で一番思い入れのある曲、一
曲を選ぶとしたら何でしょう。これは一曲難しいですよね。やっぱりデビュー曲とかいうのはやっぱ鮮烈なもんですか。やっぱりそうですね。僕のマリーっていう曲なんですけど ね、まあ、あまり売れなかったですけど。いやでも衝撃的でしたね。だからまあそれはデビュー曲ということと、あとレコーディングに時間かかったっていう記憶があって、そうかそうか、手間がすごいかかるなと。プロというのチャンネル数が少なかったんで、同時に撮ったりするんですよ、まあ、歌は後でカラオケ一緒に、一斉のせいでストリングスの人たちが入ってて、僕ら音を出す、まあ僕らも下手なんでしょうね、合わないんですよねストリングスの人と。それでテイク20とかね、テイク20、あそうか、ドラムの瞳がちょっとリズムがね走ったりとか、まあ主にそこでしたけど、主に瞳さんのドラムスです。そういうので時間がすごいかかったっていうのがすごい記憶がある。それで素人時代とまた違うからね、プロになると音がねやっぱりすっかり厳しいかっていうね。それがデビュー曲だったんだったと、ね、まあ、今聞くとやっぱり懐かしいし、僕の割にはね、僕もそう聞くといいですね。いい曲だなと思いますね。いいですよね。あれ俺本当学生じゃいつも物まねさせられたのあのコンパ宴会で、だからお前ジュリーやれとか言われてね、あの子はみんな若いから髪の毛長くしてたから、似ちゃうんだよ、意外に。ね、だから、ツアー歌わされてました、僕の周りに、影響を受けたバンドとかはあるんですか、影響を受けたのは、まあ、ローリングストーンズとか、ビートルズとかね。サティスファクション。ビートルズが出てきて、みんなでコーラスやったりとかっていうスタイルに変えようとかね。みんなが歌うって。それまでだと演奏しながら歌うなんてあんまりなかったんですから。演奏だけだったり。演奏だけだったという。こうやってさ、弾いてさ、歌うなんてね、ありえなかったですよね。さあ、それでなんだっけ、さっき言った聞いてたけど、なんか映画がなんか年明け、そうなんです。そうそう、何が2015年のご予定ですけれども、3月7日土曜日から公開でございます。渋谷シアターイメージフォーラムより、正しく生きるという映画。これはどういう映画なんでしょう、これは。映画3月7日。これは京都の造形大学というところの、ありました、造形大学。そこに1年に1回その映画部とか、映像部かなんかで学生と一緒に映画を作るっていうのがあるんです。いいですね。それで、僕らみたいな俳優さんを1人か2人呼んで、一緒に協力してくれって言われて、これは柄本明さんと僕と2人出て、で学生の人たちと一緒に芝居をしたり、映画作りやるんですけど、出る側とスタッフに回る学生がいてと両方ね、それでやってみて出来上がったの見たら、なかなか面白いなと思って、だからちょっとこう何かという宣伝はするんですけど、ただこれから映画の世界に入っていこうという人たちも一緒にやってるんで、なんかそういう目で、ある意味では、そうですね、育てる意味でも、いろんな目でな、高い目で。それは3月の、なんつうとこで、はい、3月7日土曜日から渋谷のシアターイメージフォーラムで、公開されます。はい、正しく生きるでございます。ぜひともそれ見てほしいですね。はい、そうですね。あとは、相変わらずお忙しいでしょうけど、ドラマもやって。映画も。来年の話ですか。来年ですね。まだ発表できないものもあるんですよね、いっぱい。別にそんなに決まってないんで、来年はね。とりあえずはドクター X の最終回はありますよ。そうですね。それは今年ですよね。それは今年ですね。終わりはね。終わりはね、ドクター X の最終回。来年も同じような年になると思いますけど。忙しい。でもいいですね、マイペースで淡々とされてね。そんなに忙しくないんですよ。いや、何本やりました、今年。やったりするの、間が空いたりしてるんで。そうですか。忙しいのが嫌いっていうのはもうタイガース時代に嫌ってことはね、始めましたからね。1年に1日しか休みなかったっていう時代なんで。そうだ、それを4年間で全部やっちゃったから忙しいことね。だから忙しいのだけは。ハードデイズナイトだよね、それこそ。嫌ですね。忙しいの嫌。好きなハードデイズナイト。嬉しくないですよ。忙しい。1年に1日そうだよ、もう、あの頃のタイガースって言ったら。今はそういうことないんですか？いいでしょ。挨拶に行くとこないんですか？僕らはお正月元旦に社長の家に挨拶に行くっていう。そうか。家の挨拶から始まって。1日の休みがそれなんですよ。年に1回の休みが社長の家に挨拶、挨拶に行くっていうのがスケジュール入っちゃう。先輩本当みんなこう先輩と礎あって今日のお前ですよね。ありがとう、手を合わせなきゃいけない大先輩に。大先輩、そうだよ、大先輩のおかげだよ。渡辺プロにいるって聞くとちょっと嬉しくなりますよね。ああやっぱそうですか。なんとなく嬉しいな。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それじゃあ多分こうお願いしても多分恥ずかしくて言わないと思いますけど、なんかじゃあラジオを切る皆さんにですねメッセージがありましたらですね、一言恥ずかしいでしょうか、一言なんかありましたら。せっかくですからタイガースの話も今日出ましたので、今日いい話、ジュリー澤田健二もずっと頑張ってやってますし、もちろん
あとのメンバーもそれぞれライブをやったりしてますんで、うん、人耳のる森本太郎、川橋克実のことも、どっかで目にしたり耳にしたら一度また、はい、見に行ってあげてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで今日のゲストは、はい、岸部一徳さんでした。はい、どうもありがとうございました。お便りいきなり大笑い、はい、私いいことありました。はい、たくさん来ております。ありがとうございます。こちらみーパパさん、千葉市の方です。はい、やっぱり、うん、一徳さんのあの声のトーンで、ほらね、もう素晴らしいお話を、しびれるよね、たくさん聞かせていただいて、貴重なお話を聞かせていただきましたと。対談とか座談とかね、ラジオとか出ないですかね。いい、これは今日のスクープですよ。テレビとかね、スクープですよ、ある意味。ラジオ出ないし、ラジオ番組もそんなに。素晴らしい、よかったね。礎を築いた大先輩でございます。君の先輩だからね。本当でございます。渡辺プロダクション。本当ですね。最初だもの、すごい。タイガースあっての。タイガースあっての、ナベプロでございます。いや、その前にクレイジーキャッツあっての。クレイジーキャッツ。それとドリフがあっての、タイガース。でも大変だ、歴史が。多様し、大変ですね、芸能史。な、はい。それでは、水木亮さんです。団長で別れ節。はい、いいことありました。いいことあった人。はい、はい、たくさんいただいてます。ラジオネーム、パワフルママさんです。私に似てしまい、とてもイケメンとは言えない我が息子から急に電話があり。イケメンだよね、息子。そういうこと言うの、俺だってお袋に投げかれたもん。沢田研二がデビューした時、いい男だね。それに引き換え、お前はなんだいこの子は、とお袋が。もう同じ誕生日。同じ誕生日。なんでこんな綺麗な子、お前はなんだ笑うと思う。ジュリーが出てきた時、本当だよ。でも先生と長髪の時の若い頃、そっくりですよね。本当に似てるの。だからよく物まねさせられたのよ。ですよね。うん、それでそっちは。で、息子が結婚、うん、急に電話があって、結婚すること。僕が、マリーと、これが沢田研二デビュー曲だよ。これがデビュー曲。これインフルかかると思っていいんだけど、ね、投げてくるの。今歌い出しちゃったけど、これでデビューしたの。へえ。衝撃だったね。美しいもんね。それって同い年だから、おふくろの小言よ。お前、偉い違いだね、お前。デビューと。俺、大学1年でさ、僕はデビューしちゃったから。本当に気になった。太陽とそんなこと。すごいですよ。そうですからね。それで今日、一徳さんだ。一徳さんだ。じゃあ、当選者からいいですか、はい、はい、こちらですね。ビバタオル当選者で。Thank you.